はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はバレ小高ちゃんを使っていきたいと思います。で、バレ小高ちゃんなんですけれども、キャッチャーでね、やった場合金徳バズーカをくれるんですけれども、今回は普通に、ショートで来てます。デッキがね、コンボ重点的なデッキできてますので、まずバレコタカちゃんとチーちゃんのコンボと、ホムラちゃんとチーちゃんのコンボなんかチーちゃんが中心になってますけど、これでねイベントだけで早急骨がね4まで行くんですよ。でそうすると、ストライク早急ね金徳が取りやすくなるので、これで行こうと思います。あとね、一応バレコタカちゃん、ストライク早急が追加されてますので、早急骨もらえるようにはなってるんですけれども、これだけのねコツの数が多いと安定はしないので、イベントで安定させていきたいと思います。で、暁大付属なのでスミカちゃんを入れて、骸骨はね、ホムラちゃんで取れます。最悪練習で取れなかったとしても、バレンタインイベントでコツ1で固め打ちが取れます。あと筋力要員の登場と、技術要員の振袖みやびちゃんですね、といったところで、やっていきます。じゃあまた練習の方に行きましょう。まあ、最初はね本当に、あ、スミカちゃんがいる、強化あげとこう。まあ、暁台もね最初は余剰を倒すという方向から行かないといけないんで、スミカちゃん、マモルくん、そうちーちゃんとね小高ちゃんのねコツが来て追求が早めにできるかどうかっていうところが結構ポイントになると思うんですよね。だからちーちゃんもね本当はバレチーとかがあればバレンタインスペシャル的なものになったんだけど、あとイベント数的にはね小高ちゃんがね結構多めなんですよ。減ったとはいえ1個、余剰減らせられるけど、みやびちゃんかだったらな、もうここだよな。養生を減らしつつ六本木とね二宮もね気にかけていかないと結構苦しいんで、でここでねまた六本木が上がっちゃうからね、まあそれはしょうがないんだけど、あとスミカちゃんね告白イベントが起きる前になるべく余剰も倒しておきたいからね、いろいろとやることは多くて大変ですね。あー、いるねー、スミカちゃんもう乗ってんのか早いな。ちょ、やっとく、告白さえ来ちゃえばね、あとはもう変な話デートしながら勝手に評価が上がっていくんで、お守りいらなかったかな、お守りの代わりに別のもん持ってきた方が良かったかな。一応プラゴなんでね、スミカちゃんは35と比べて初期評価も10上がってるんで、お守り置いてきてよかったか。これはまた君か、でも余剰がいるね、どうすっかな。みやびちゃんってどこだっけ、セカンドかショートだよね、守ってる位置はセカンドっぽいけどどうだろう、ちょっと見てみよう。余剰セカンド、あ、だけど倒したな、倒したっていうかこれでだいぶ減らしたな。じゃあいっか、10月前には倒せそうかな余剰。あれでかかったね、不思議な踊り、これが金徳ですね。で、まずその分練習量が減るぞって続いていきます。てかね、切ったとしてもこれ続くんだよねめんどくさいことに。余剰がそもそもいない、寝よう。おーい、これやる気も下がる時があるからね、どうしようかな。守くんはね最後の方に倒すからね、八島かな、ないか、まあどっちでもいいや。小高ちゃんのイベントが勝手に進んでいくな。で
でね、これもね通常イベントなんですけどもね、副イベントになっててね3回くらいあるんですよね。で上を選ぶとね、なんだっけ、ミート多用とかになるんで、俺あんまりねミート多用とかって好きじゃないんで、あー余剰倒せるけど、ちょっとここはね小高ちゃんこっちが来てるんで狙います。で二宮もね早々に倒しておきたいんで、で技の打撃、まあ、これは普通に進めていきましょう。でちーちゃんはね一応1回パワーアップされてるんで2回目で金徳を選べるんですよね。ヒートアップにしようかな。まあ、骸骨は多分取れないけど、アンダ製造機もね早急取れたわあもう来ちゃった。ねミートが低いんでちょっとヒートアップを取りましょう。これでちーちゃんがもう終わりですねイベントが、ちーちゃんのイベントが軽いっていうのもいいよね。二宮がいる、幼長がここにいる、いっぱいいるね。よしよしよし、やっとこう。守備連が上がるのも全然いいし、あとはすみかちゃん来てくれれば嬉しいんだけど、小村ちゃんもねイベント数が少ないんで、コンボがね2つ組み込まれてるんですけど、まあ大丈夫だとは思います。あ、かまってちゃん、そうだね、あったねでこれもポイントね80入るんで、まあ、ちーちゃん悪くないですね。そのコンボとかをうまく組み合わせれば。ここは寝よう、今回はよく寝れたな。おっと1週間遅いよ。スミカちゃんはね回復キャラなんで、まあそれもね暁台に合ってますよね。これは選択肢これだよね。ちょい久しぶりだな、ほんとね、ちょい久しぶりに使うとたまにね分かんなくなるからね。買う必要はないと。まあまあまあ、これで打倒が全員下がったんで、あとは六本木もね気にしつつ、二宮なんだよね。まあコツもあるし、東条と小高ちゃんいるからここにしましょう。六本木も下げつつ、三本松がなぜか下がってってるな。守備職人、あれ本当にみやびちゃんどこ。2回目以降は多分どっちだっていいよね。OK、ミート多様になっちゃったおーミートだよ、下側にしとけばよかったか。どこだ、あショートか、やっとこっかな。じゃあ守備職人はさすがに潰しておきましょう。早急はまだ置いておきます。でへっすら取って、守備職人取って、一応見てみる守備。うおーワンタック、ワンタックだけどやっぱりな、みやびちゃんもういかれてんな行かれてんなっていう言い方ちょっとひどいけどよし、さよなら男。おお登場、いいところで来てくれた。本当にね優秀だよこいつは。で登場はねアプリの方ではねパワーアップしてるんですけど、サクスペはねまだパワーアップしてないんで、パワーアップすればね上の選択肢もねまた経験点が高いんですよね。俺本当登場はね強いと思います。これどうしようかな。無難に行くか。もう特に評価とかも上げる必要はないんで。二宮六本木いいね、いいペアだ。あとは外野だね、ちーちゃんを追求したいね。年内にちーちゃんが追求できればかなりいいんだけどな。だこれがねもう一個13があってくれれば、まあわりかしね悪くないイベントではあるんだけど、13、13の2つってどうしても少ないよね。で次の打倒は六本木を目指して、ここで回復が来てくれればよかったんだけど、
登場も進めていきましょう。そうだね、登場も若干イベント数の多さが気になるところではあるか。あと金徳が不確定。これはうわ不眠症になってしもうた。ラブパワーが狙えないな。一回寝ちゃう。まあいいや、ちょっとデートしよう。不眠症と共存していこう。不眠症とねサボり癖ね本当にきついですよね。ナルト、なんかどっかで治ってくんねえかな。あおー上にしよう。うん、28だもんね。アプリだとなんかすんげえ点数もらえるんですよね。ここはこれでいこう。こっちでいいよね。まず六本木を倒す。その後二宮を倒す。で一ノ瀬を倒せばだいたいカウントが揃ってくるかな。特別な関係、これでね早急骨が1ですけどもらえるんですよ。でまあ穂村ちゃんちーちゃんのコンボでも早急骨がもらえるんで置いときましょう。またてんもいいですよね。100くらいもらえるんで。で不思議な踊り、これは2回目ですね。これも選択肢保健室に運ぶと。てか何が不思議な踊りなの、全然読んでないからさわかんねえんだけど例によって全然読んでないという。勝ったか。まあ別にいいか。スカウトさん評価も上げつつ、五十嵐が下がると。これはなんかどっちでもいい気がするんだよな。そうかもにしよう。ん、これどうなの。表情の評価下がった別にいいけど。おおいいねいいねいいね。これでクリスマスまで無休で練習できるな。二宮か、一人か、コツつくもなない。さてどうする。この二人を少し減らしとくか。一応小高ちゃんの技術ボーナスが効いてたね。普通の練習で28くらいだったか。これで2回目ですね。まあ体力を削られるけどまだ練習はできるよね。これでストライク送球ですね。で普通の小高ちゃんもねなんか3回目くらいでストライク送球が取れるみたいなんですけど、なんかもう1回続くんですよねイベントがよくわかんないけど。これはまたここで行こう。おっとっと登場がちょっと進んできたね。パワー上げとく。でスミカちゃん回復量いくつだったっけ。30とかだったらちょっと厳しいな。30だね。やっぱそんな気がしてたんだよな60くらい回復して欲しかったけど、小高ちゃんのコツはもういいか。二宮、その前にやっとかなきゃいけないことがわりかしあって勝負が始まるから、ミート D は欲しいねやっぱり。あとはちょっとパワーに触れるだけフロー。あれ俺何、あそうか総力アピールできたんだ。どうしようかな。これ C には持ってけないよね。これでいいか。 DD ちょっと弾道は3。
これで二宮倒してもうすぐ一ノ瀬も倒せるからね。てか D とか、おお、いった。パワーアップされたね、東条はね、アーティストの成功率も上がってるみたいなんで、まあ、そこも嬉しいですよね。まあ、パワーヒのコツもね、ついでに1でくれるんですけど、それはね、別に東条はゲしかも体力下がんかい東条はパワーヒと降格しかないんで。おお、ありがとう、本当にありがたいみやびちゃん、マジでありがたいです。また勝ったか。ただメンタルでね、コツありーので回復ができるからな。うん、さよなら男は取ったよね、みやびちゃん。ただね、絶対欲しいかって言われるとそうでもないからね。さよなら男って意外性とかでしょ。本類性感が2か。ヒートアップ、まあ窮地1とかでもあったらだいぶ楽だったんだろうけど、まあ1だとでもやっぱ金得だからね、200くらい使うよね、しょうがない。それはで、ここは勝負しましょう。一ノ瀬やる気がなさすぎる。俺相手にやる気なくしてしまったか。なんで僕がこんなやつを相手にしなきゃいけないんだみたいなほら、なかなか持っていけないね、やっぱりパワー D だからね。よしよしよし、満点狙うぜ。ちょっと開こう。おーいまあいいか、ここで37点取れれば上々でしょう。じゃあ40点取れれば60くらいくれるもんね。40か、これカウントが4下がるっていうのもすげえよな。あ、すげえいっぱいいる。勝ったか。まあいいや、やろう、これはやろう。でマラソンをどうするかだよね。練習見つつだな。次いい練習が来たら、まあ、練習してマラソンサボって、あ、回復したね。まあ、これで早球は5になったんで、ストライク早球も取っていきましょう。小村ちゃんのイベントがあんまり起きてないね。どうする。メンタルは特にあんまりいいのがないけど、微妙だね。かといってなデートするのもどうだろうな。メンタルで7位を減らしてマラソンに挑むか。マラソンもしかしたらなんかいいのもらえるかもしれないから、ちょっと能力を上げていこう。あとは呼吸を E に揃えて、ちょっとオール D はできないか。精神が少し不足してる。どうすかな。ミート C、 パワーも C に持っていけるね。足は持っていけないか。守備も精神が足りない。まあいいや、これで。で次はね、ちょっと一ノ瀬を倒さないといけないんで。え、忘れてたしまった。どうする、やる休むこの体力量意外にね減ってるっていう状態が厳しいんだよね。忘れてたよ、休もう。ちょっともう無理はしないよし
減った分だけちょっと取り戻した。あとは走塁、まあ小村ちゃんがいるんで走塁レベルも上げておきましょう。ラプパで直してくれ。これでまあ全員下がる。よっしゃありがとうスミカちゃん。まさかまさかの不眠症だったな。小村ちゃんもまあコツはまだ来てないけど潰せるもんは潰せますね。これでムードもスミカちゃんからコツもらって、体当たりもこれでコツもらって、チャンスはまあ置いとくとして、ここは絶対練習しましょう。あとどうやって倒していく、カウントをちょっとね揃えながら倒していかないと厄介なことになるんで、怒りか、怒りを少し気にするか。そうだね、ちょっと怒り減らしとこう。なんか温泉とかねやってくれればね。来た温泉じゃないけどまだありがたいありがたい。でみやびちゃんの金徳第1回目と、バレンタイン前で体力が回復しちゃうのはもったいないけど、まあしょうがないよねそこは。出ると精神大丈夫かな。情熱エールもね確か精神使うよね結構。まあ、ここの高校はねわりかし精神が入りやすい高校だとしてもちょっと気にしていかないといけないかな。あ、ここで固め打ちが入りますね。忙しいなこいつのバレンタインはさらに小高ちゃんだからね今日も一日頑張るぞって最後だし、これはまあ一番下にするとね評価とか下がっちゃうんですけど、経験点がもらえるのかな、なんだろうよくわかんない。体力下げてもいいかな、ちょっとこれやってみよう、騙されないぞー40、40、80か、経験点的には結構でかいね。五十嵐守くん、うん、いいね、これにしとこう。温泉に浸からせてくれ守くん、ダメか。ここは回復しよう。暁台はもうやっぱり練習がメインになるんで、モテモテになるんだあったねそんなの。コツが来てる。小赤ちゃん登場。三本松が倒せるけどな、三本松を倒してしまうとまた微妙なんだよな、7位がめちゃ増えるからね。どうする、これは悩みどころだな。いや東條コツ欲しいね。でもどうすっかな、サンボマス倒しちゃっかな、倒そう。だからちーちゃんがコツをくれればいいんだよ、しかもこいつくんねえしどうする、追求する。ここでまあ怒りは下がってくれたか。お、そしてマッサージ、ありがたいね。あと残ってんの東條はどこ、東條はサードもう他の人のあれが分かんない、サードだね。で残ってんのは五十嵐は多分なんとかなるんだよね。やっぱ7位だな、7位を気にしなきゃいけないか。ちょっとコツを見よう。また登場か。じゃあこれ八島減らしつつ登場やるか。ちーちゃんだったらなよかったんだけどな。よし、パヒットありがとう。これはもう3で掴んじゃおう。
道場の回復イベントはまだ1回残ってるよね。勝手に回復イベントにしてるけど。じゃあここでパワヒを掴んで、送球も掴める。ストライク送球3でも全部44か。結構きついね。本当はな、広角打法も安定させてはおきたいんだけど、ナナイがいないか。ナナイがいないとなるとどうする？ここ結構すごいね。いろんな人がいるからそれなりに経験点がもらえる。練習レベルも高いし。当時を追求する。広角を安定させるか。マジでちょっとやることがない。1だけでも減らしておくか、それともヤシマを倒すとどうなんだっけな。っていうかさ、そろそろ人数も気にしないとね。12345、やっぱ7位だな。7位をちょっと減らさないといけないから追求しよう。で、広角は一応置いとくか。で、情熱エールですね。ここで体力減るんだっけ。この勝ち負けってどうやって決まんの？あ、むしろ体力回復したわ。餅つきの勝ち負けってどうやって決まるんだ。よし、イガラシが倒せるね。まあいいや、やろう。そうか、東条を追求したからか。あれ違う？これ7に下がるっけ。全然誰も何もない。よし、銭湯ありがとう。よし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 、順調だな。これでも7位を下げていかないと。東条がいるんだけど、これ次下げるとあれだよね、全員上がるパターンだよね。倍になるパターンだから、ここか、ここだね。怒りを1にしておくか。外野組が残ってるね。外野組が残ってるからさ、マジでちーちゃん来てくれれば楽になるんだけどな。これ美味しいよね、やっぱり。そうするとね、怒りがどっかに混ざるとね、練習ができなくなるんだよな。後々のことを考えるとここでもいいんだけど、目先の利益を考えるとここがいいんだよな。ここにしよう。俺はすぐ目先のね、あれに飛びつくからね。よし、これで降格も5ですね。やろう。温泉とかにはならなかった。おお、焼肉。7位来てくれ、マジで。つくもかよ。あれ、つくもっていくつ？おお、これで1になったか。みんな1か、7以外で。ここもな、もうどうでもいいっちゃどうでもいいからな。五十嵐にしとこう。で、7位1人いいね。おお、みんな1人か。東条のね、タックが来てくれれば2減らせられたんだけど、なんだかんだで4月か。7位がまだいるね。いやでも6になるのは無理だよ。コツ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 減らしていこう。で、タックが来てるは来てるけど、国といったところだね。ここはじゃあちょっとスミカちゃんとデートを進めつつ回復しましょう。あんまりデートも進んでないね。でも4567でちょうどか。1ヶ月に1回くらいデートすればなんとかなる。まあ最悪ね、7月で2回くらいデートすれば大丈夫だけど、スミカちゃんはね、本当にカラデートがないっていうのがでかいからね。もう予定が組みやすい。で、ホムラちゃんも終わりましたね。前イベはこれ全員終わった。つくも誰もいない。碇がいる。七井が
応1にできるか。よし、やっとこう。あとはね、2人とか倒せれば楽なんだけど、マモル君やっぱ最後に倒したいよな、俺的には。ヤシマとかは、ヤシマとかはあれだけど、ここで2人か。まあ2人倒しておきますか。倒せる時に倒そう。電光石火はもうほんと無理だからね。最悪経験点のためにやるっていうのもありっちゃありだけどね。あ、ただこれ上がるの2人だけか。ヤシマ普通にカウントが上がってしまった。まあ代打か。まあいっか、もう普通に飛ばしていこう。監督評価そんなに上がってないか。これはヤシマを中心的に下げていかないとちょっときつくなるね。まあ怒りはね、上がってたとしてももう一回あのテストみたいなのがあるから、そこでね下げられるっちゃ下げられるんだけど1点も取れなかったな。出番なしか。そうか、出番なしがあるんだった、これひどい君の実力はこんなもんじゃないと思ってたけどね。俺何も出てないよなんで俺のせいにされんの、ひどくないか。そうだよね、マモル君は1だもんね。でいつ、あ、ここ試験受ける。5月の1週、5月中に、まあ、矢島を倒せればなんとかなるよね。 CC パワーヒッター。よくよく考えればさ、甲子園に行けた時のさ勝負でパワーヒッター取れたよね。まあいいか、置いとくのもあれだし。うまくフォークを持ってけたな。これはどうだ、ちょっとボールっぽかったけどギリギリストライクに入ってたか。これ入ってくる、入ってくるね。カーブ、とっさに手が出たけど、よし40点オーバー。イカリ君のプライドをズタズタに引き裂いてやるこいつさ、こんだけ持ってかれたらさその高校内の評価どうなの、あいつめった打ちにされてるぜみたいな俺の評価が上がるのか、むしろ怒りの評価が下がるのかっていうとこだよね。まあかわいそうなことをしてしまったが、ここにいろ、いないか。まあちょっと今はね本当に打倒ポイント下げるのを最優先にしないといけないから、ここから追求するのはなちょっと危険だよね。ターン消耗するからね。絡んでくれ、絡んでない。ただ精神に2回来てくれたからそこは良かったな。なんかこれ入ってる、工事の音がうるせえんだけどちょっと工事が終わるまで1回止める。はい、じゃあちょっとね工事が終わったみたいなのでやっていきましょう。もうどうだったっけ、とりあえずヤシマが倒せるんだよね。で、マモル君が残ってるので5月の4週、よしこれでヤシマを倒そう。でマモルが3になるのかな。1回さすがに寝ないとやばいからね、完全に3だね。ってことはどっかでタックが絡むか、あーメンタルが絡んでくれるか。よしちょっとやろう。減らせるときに減らしておかないとちょっと厳しいかな。追加イベントが1回でも起こってくれればいいけど、これ体力削られるんだよね。精神でやっといてよかったな。
29% か。スミカちゃんデート何回目？4回目だったら、あ、3回目か。ちょっと遅れてんな。5回目はね、回復量が少ないんだよね、スミカちゃん。4回目はね、かなり多い気がしたんだけど、3回目の回復量は悪くはないんだよね。そう、5回目以外はね、回復してくれると思うんで、あと1回でも出てこなかったらちょっと終わるんだけど、いたホムラちゃん、一応コツは見ておこう。まあ、チャンスは5でいいでしょ。広角は取っておく。固めもまあ取っておくかね。1で全然大丈夫だね。体当たり、ムード潰して、あとは OK か。取れるものは取っておこう。情熱エール、ヒートアップも取る。臨床が少し余ってるね。ここら辺を少し上げていきますか。技術が不足しているかな。さて、守くん、次に全てがかかっている。いや、これはもうね、頼まないよ。余計なことはしない。体力は減ってないんだけど。さて、どうよ、いる？おお、いた。なんでこんないっぱいメンタル出てくるんだ。ちょっと怖えんだけど、マジで。なんとかなったね。いや、ギリギリだったな。ちーちゃんがね、ちょっと外野のコツをね、くれなかったからね、かなりギリギリになりましたけど、なんとかなりましたね。あとはちょっと技術不足なんで、まあ、みやびちゃんのタッグとかが来てくれれば嬉しいんだけど、精神はなんとかなってきたか。なんか総力いけそうだな。そうでもない。技術が足らないね、マジで。ミートも上げられないからね。パワーは B にしておくか。臨床が余ったな。そういうもんなの。これはもうこれでいいでしょう。小高ちゃんとみやびちゃんがいるから、まあそれなりに点数ももらえると思ったけど、ちょっと待ってね、あと2回だよね。いや、こういう時にデートしておいて、タックの時に練習した方が良かったかな。まあいいか。5番、練習回数はあと1回で、7月の4週にはデートをしたいからね。で、8月体力全開で甲子園の方に挑めれば、まあわりかし3回練習できるかな。お待たせいたしました。完走してないイベントはないよね。あとは負けないことだね。クォーテン取られてる。こんなところにさ、点取られるなんてさ、この先心配だよな。ちょっとずれたか。これはでもフォークだよね。よし、アプリとね違ってね、初戦でもねわりかし変化球を投げてくるのがちょっとサクスペの特徴ですね。アプリはねもうほとんどストレートしか投げてこないんですけど、割とねこう変化球を投げてくる。ただね、変化球を打つ練習にはなりますね。球速が遅いんで、割とね見ながらでも変化球には対応できるんで、まあ少しね変化球打つのが慣れてないっていう人は、こういうところでやっぱり練習していった方が効率がいいと思います。ここはもう本当に何にもないのでデートしましょう。いや、ほんとね、空デートなしはね安心できるよ、マジで。こういうところでねデートが残っててね、空デート来るとうわーってなるんだけどね。特にね最終週とかに残しておくとほんとろくなことないからね。これは小高ちゃん
まあ技術はもらえるか、練習レベルも高いんで。暁だよね足が痛い。本当にね、練習レベルも高くなるっていうところがいいですよね。で、アバタか。技術マジで足んねえな。これは何アピールがいいんだろうね。敏捷がね、足りなくなるかなと思って敏捷アピールにしたんですけど、何気に技術が足りなくなりましたね。小高ちゃんとね、みやびちゃんと、あとまあちーちゃんがいるからね、技術それなりかなって思ったんですけど、案外そんなことはなかった。あとは点を取られないこと。満塁、ここでアバタを引きずり下ろす。アバタボールを捉えたぜ。ある程度はね、ロックオンしてくれるんで、まあ、そこそこのところに狙いを定めて、少し下目かな、上を叩いちゃうとボールは飛んでいかないんで、少し下目を意識してそこそこのところでロックオンすれば、まあ、ある程度合わせてくれるんで。だから逆にね、サクスペハイとかのね、ロックオンがね、あれロックオンないっすよね、サクスペハイって。ロックオンがないとマジで打てないから何にもできない、本当に。もうね、勘でね、カーソルをね、合わせに行く感じですね。7月の4週もう練習はもう絶対できないから、デートにしましょう。たまにね、忘れちゃうんだよね。いいタックが来ると、よっしゃーとか言ってタックに食いついてね、デートをし忘れるっていう。気合入れろ、頼むぞ。おしょしょしょし、成功率も高いよね、やっぱり。これはどうしよっか。あえてホームランを狙う必要もないと思うんだけどな。でもホームランを狙った方がポイント高いんだっけ。内野安打、二塁打とかになればあれかな、アベレージヒットになるのかな。いまいちそれがわからん。まあ、ミートを開いて打つのも実は結構苦手ではある。正面にね、飛んじゃうことがね、結構あるんですよね。あ、重々の内野安打か。確かにこれはホームラン打った方が多そうだけど、まあ足はね、速いんで。内野安打取っておきましょう。めった打ちもね、3だと20、20、10、安いね。いいよね、ほんとこれも。切り込み隊長もまあもう取るしかないんで、あとは本塁生還を取っておくか。大体取った。あとは穂村ちゃんの気迫ヘッドにはなるけど、みやびちゃんとちーちゃんが重なってるからかなり稼げるね。これでね、PSR プラゴだとさらに点数が伸びるってことでしょ。本当にバケモンだよな。あとちなみにね、 PSR のね、50になるとね、化けるやつがね、東雲くんなんですよ。東雲くん通常時に使うとちょっとタックがね、弱い感じがするんですけど、あの PSR50 になるといきなりね、技術ボーナス12とかがつくんで超化けるんですよね。シュートはストライク、変化球にキレがあります。PSR の篠之目くんを持ってる人はね、もう本当に末永く育てていくことにはなると思うんですけど、50まで持っていけばね、かなりのその何、化け物キャラになるんで。コツもいいですよね、篠之目は本当に。俺はね、持ってないんですよ。何気にね、篠之目くん自分の中ではね、推しなんですよね。やっぱりね、アイコンタクト確定でコツよしで、ちょっと待って、大丈夫か不安だな、今回のこの一ノ瀬。もう、守る君に変わってんのかな。これ届かないな。おい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 、負ける、負けた。マジかよ、こいつは何してくれてんだよ。さっきのホームランに持ってけなかった俺の不正っていうのもあるけど。
負けやがったマジか。まあしょうがないよね、お前のせいだよでかい顔してんだよ。まあただ別に更新するような作りじゃないんで、まあ、スミカちゃんも大丈夫でしょ、さすがに。ちょっとね、暁大付属で来るときはそんなにあれかな、お守りは必要ないかね。だったらここぞというときに練習できるように体力回復のアイテムを持ち込んでもいいかもしれないですね。ここで練習してっていうのはどうしてもありますからね。まあ6800しょうがないよね。一応揃えていきますか。ちょっと技術が足りないけど、足がだいぶ余るな。足を音、あ、ちょっと待って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 、まず金徳は揃えておきましょう。あ、精神も余ってるから取っちゃうか。アーチスト、気迫ヘッド、本来だったらね、まあアーチストも重いっちゃ重いんであれなんですけれども、そうだね、これ2つ B にしても足りないか、さすがに S には持っていけないかということは、足を生かした特殊能力を取っていきますか。あ、本当だったらな、そうか、ショートだから魔術師とかも欲しかったけど打開にしよう。あと残ってるのは盗塁アシスト、ちょっと待ってね、精神をいっぱい使うやつ、逆境とかは多分そう筋力足んないよねという感じなので、盗塁アシスト取って、悪球打ちとかね、じゃなくて気分やか、これ色が半分だったから悪球打ちかと思ったら違ったわ。ちょいとやって、どうしようかな、こうの方がいっぱい使えるかな、ほいっと、まあ、こんなもんでしょう。というところでね、なんか最後ね8失点して、まあ、甲子園1回戦で負けちゃいましたけれども、まあ暁大付属はね普通にやって結構強い選手が作れるんで、まあいい高校ではあると思います。あとはねここから強化が来れば、さらに更新ができると思うので、小高ちゃんね、まあ、バレンタインバージョンであればそんなに悪くはないと思いますけれども、強いかって言われるとまあそうでもないんで、まあ、ちょっとね技術要因で他のキャラを持ってないっていうのであれば使ってもいいと思います。あとはねストライク送球が結構重いんで、まあ、今日みたいにね、コンボで、キャラがいればあのイベントだけで送球4までは持っていけるので、まあ、そういったところでねちょっと送球骨をね確保しないといけないっていうところが、まあちょっと大変なところですかね。というようなところで、今回はじゃあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。